はい、今回はすれ違いゾンビをやっていきたいと思います。で、今回はゲームコインで買いたいと思います。今回は3人ぐらいにしときます。1人目で、あと2人ですね。あともう1人、ゲームコインもね、少なくなってるんですよ。メガホンか。あ、ま、違えた、4人。4人呼んじゃったよ。まあ、いいや。まあ、多いほどいいけどね。じゃあ、出発します。じゃあ、今回はどこかな。フードコート。お、新しいね。まだ20コインないので、ここ行ったから、今回はフードコートですね。お、やば！難しさはレベル3ですね。ボスゾンビを倒せ。勝てるかな？まあ、一応頑張ります。今回ボスゾンビですね。お、なにこれ？ドーナツ。この人かな、ボスゾンビ。あ、やばい、見ちゃったよ。これがボスゾンビか。やばいやばい。水と食料までなくなってしまう。やった、ウィーレムゴンだ。倒せばいいんだよね、倒せば。まず倒そう。まずは、ちょっと、これはなんだっけ？フォーク？食器セットか。あ、いた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 。やばいやばいやばい。早いね。あともう一人いた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 。メガホン。メガホンはね、ちょっと攻撃力が弱いんですよ。え、強っ！何これ？え、強くない？あ、範囲があるんだ。やばくないこれ。今のうちかな。やばいやばい、逃げろ逃げろ、やばい。強い強い。あ、これかな、貯めるときに、範囲が決まってるんだ。で、こんな感じで、ドーナツを開けて、で、その隙間、その隙に、こうやって。お、やば、でかっ、やばっ。何これ、でかっ。やばいやばい、範囲もでかっ。やばいな、こんな感じだね。あ、倒された。うわ、うっそだ。食器セット終わったね。まあ、まだもう一つ食器セットが。やばいやばいやばい。こんな感じで。逃げろ、逃げろ。おーっと。よし、オッケー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 。まだ大丈夫。よし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 。で、今のうちに、倒す、倒す。やばい、逃げろ。やばい、早い。これ走れないのかな？危ない。よし。よし。で、ここで食べている隙に、
倒す。うわ、もっとでかくなった。あ、これ終わった。あー、やばい。はい、もう一つ終わりましたね。じゃあ、メガホン。これ、避ける方法ないのかな？やば、もっとでかくなったんだけど。やばいだろ、これ。ほら。避ける方法ないのかな？よし、倒した！よっしゃ！オッケー、意外と簡単だったね。簡単っていうか、まあ難しかったけど、まあ、一応まあできたね。よかった、クリアできた。難しさはレベル3でしたね。よし、勝った。よし、じゃあ一応、このショッピングモールも終わりましたね。デブゾンビ？やったね。あ、なんだろう。やった、来た、デルモ、あ、いや、デブゾンビじゃなくてデルモゾンビか。デルモゾンビ。オッケー、よし、クリアだ。はい、ということで一応今回はすれ違いゾンビでした。この頃ね、動画出さなくてほんとすいませんね。まあ、一応これからもね、出すのでぜひ、よろしくお願いします。ということで今回はここまでにしたいと思います。見てくれてありがとうございます。あとチャンネル登録、あと高評価もお願いします。では、さよならー。